キャリアに裏打ちされたその実力。サーシャもまとめて打ってもらいたいですよね。今度は逆に、はい、見て打つんじゃなくて、はい、チャンスがある時に畳みかけるような攻撃を見てみたいですね。サーシャ・ドクティンの力強さがだん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 と身につけて、プロのリングでもその力を覚えてきているというふうに会長は語っていますが、さあそのあたりを出せることになるのか、それとも村越粘るか。こんだけいいパンチを集めて相手も効いてるわけですから、まあ、サーチャー選手の課題といえばそこでしょうね、まあ、その行かない冷静になっていかないっていうのも、ね、持ち味でいいことなんでしょうけど、はい、やっぱりプロのリングですからね、勝つだけではやはりお客様は満足しませんから、ちょっと見せるボクシングっていうのもね、これからの課題じゃないですかね、はい、右から行って左返しの左フックは当たりました。村越日本タイトルならこの戦い方でもいいですけど、世界タイトルなんかになると1回のチャンスの時に畳みかけるぐらいの攻撃がないとダメと思うんですけどね。冷静な眼差しはかなり遠くを見つめていますサーシャ・バクティンですが、そういったレベルの試合をこれから展開できるか。左ジャブです。突き放して左このラウンドもサーシャ・バクティンペースで進みました。国家秘密の目に見えない戦闘機が盗まれた、それを追う2人の男。 Now put it in my hand. Hey, Abdi, what you see? 世界はその目にかかっている。 I spy. 東京三菱からいい話をします。メインバンクは東京三菱。本を売ると楽しいパフォーマンスが見られます。早速売ってみましょう。ぜひ生でご覧ください。本を売るならブックオフ。第6ラウンドの中盤でした。サーシャが左を立て続けに突き放しては打って、入ってくるところカウンターで打ってというように変幻自在な左です。左また速くなった。突き放して左、左のボディアッパーを狙っていきました。あっと離れたところから飛び込んでる左。うまいですよね、はい、ただサーシャも一発なんですね全部、はい、まとめてコンビネーションで 2,3 発出せばいいんですけど、鳩山さん、このラウンド挑戦者の動き変わってますか。ちょっと積極的に出てきましたね、はい、左村越の顔がめくれました。また左、今度は角度を変えて上から突き放して、ここから左です。また入ってくるところに左、どのような距離からもどのようなパンチが出てきます。左ボディ、これを今磨きをかけているという左ボディです。左、相手の入ってくるところにもうこれ以上入ってくるなと深い棒を出すような左です。左ショートアッパー、勝ち上げて離れてから左フック、村越の左アッパーです。ジャブを突き返す、サーシャ・バクティン、ガードの上から打ちました。村越もつれてくるか、右、離れたところから回転しながらの右、逆回転をしながらの右です。遠い距離から打ってきた村越、自陣赤コーナーを背にしているチャンピオンのサーシャ・バクティン、左です。村越選手はガードだけじゃなくて頭を振って、下半身を安定させて左右連打いけばいいんですけど、はい、どうしても上体が浮いてしまうんで、右、遠い距離から打ちます。残り1分です。自分が攻めて前に出てきてるのに押されちゃうと、押されちゃうんですよね。あ、そういうことですか。なんでなんか、今は自分が前に出ていってプレッシャーをかけていったラウンドだったんですが、足が地についてないというのか、はあ、バランスが悪いですよね。本来はこのように畠山さん、前へ前へ出ていって相手に対してプレッシャーをかけたい、はい、押されたらすぐやっぱり、ね、転んじゃったりしますから、さ
ターシャボクシングの冷静なこのボクシングの前に村越、もう一つ何か一つ仕掛けをつかみたい。また小さいワンツー引き離してバランスを崩したところに追っ手をかける。サーシャの左ボディ左フック、ラウンド終盤また右から左、残り10秒の音を聞いてからサーシャボクシングが効果的なパンチを連打。第7ラウンド終了です。MTV The Super Dry Live 出演アーティストはブレイクデイビッド、ヒッタカンクルースイーツシーク、さらにスペシャルゲストスーパードライと MTV とあなたが作る夢のライブ、二次募集開始。ヤンヤン、おい、ヘッジだ。はい、あーその時アストロの超極薄柔らかフィルムが完全防水を実現、空気を通し傷を水から守る。もう大丈夫、染みない。バンドエイド柔らか防水フィルム、ジョンソン&ジョンソン。いよいよ試合は終盤です。第8ラウンドです。ゆっくり立ち上がって挑戦者が前に行く、その前に来る動きを牽制するような左ジャブを伸ばしていったチャンピオンのサーシャバクティン、突き放して左です。相手が入ってくると今度は体をかがめてパンチを避けてから左を突きます。右ストレート、右大きなパンチは村越、下がっていったサーシャバクティン。いよいよ試合も終盤です。離した左、また引き離して左、的確、左一発、試合終了。またに場内をいてつかせるような冷静な強さ、サーシャバクティン初防衛成功。悔しがる村越を突き放したサーシャの左です。畠山さん、またも完封勝利。はい、そうですね、もう圧倒的な強さですね。いや、もうこれはもう止めるしかしゃあないですよ。危ないですもんね、はい。竹原さん、はい、今日もその冷静な試合運び、はい、そして的確なうまさ光りました。そうですね、うまいですよね。ていうかもう上に行ってもらいたいですね、日本タイトルじゃなくて、うん、世界タイトルやった方がいい、はい、これが最後試合を決めた左のパンチです。バンタム級対戦マッチ1回戦を行い勝利を選んで、ここにとにかくこれは畠山さん、はい、サーシャバクティンを止める相手は大変ですね。国内では難しいですよ、はい、やっぱり今ランキング選手はね、早くもう1日も早くもう上行ってほしいんじゃないですかね、はい、はい、竹原さん、まだまだこれはサーシャバクティン日本タイトルを守るとすれば、はい、黄金時代続きそうですね。そうですね、早く日本人もいいところを見せてもらいたいですよね。サーシャバクティン初防衛に成功です。